はい、どうも皆さんこんにちは、ワイテルズの中村です。フルークです。シャクです。はい、ということで、今回はですね、3人で回らぬ水車と嵐の古城という脱出マップをやっていきたいと思います。ういー、どんどん。なんか正統派な謎解きで、なんかアスレとか隙間もちゃんと、ま、ない、確かない、うん、きっとちゃんと仕方しそう。苦手な僕たちでもできるかな。そうだね、比較的僕らは隙間とかアスレには弱いタイプだから、頭だけでいけるんだとしたらありがたい。ワンチャン正統派も弱かったら全部弱いことになる。爆弱だけどね。あ、でここにルールがあって、あ、ルールが決まった。うん、この度は回らぬ水車と嵐の古城をダウンロードしていただきありがとうございます。で、明るさは明るい水晶。で、クリア目標、水車場からの水車場からの脱出。はいはい、それ読んでない、それ読んでない。どれ、あ、はいあ、はい、2時間切ったらすごい、頑張りましょう。で、水車場からの脱出。それではカチャ。じゃあこれ始めたら2時間でしょ。うん、じゃあ頑張って2時間切りましょう。2時間切ろう。せーの。おー、なんてこった、土の子を探しに、ま、山奥に迷い込んでいたら突然の嵐だぜ。この嵐をしのげる建物は近くにないだろうか。こっちは多分、いや、たまないでしょ。行き止まりか、はい、OK、行くぞ行くぞ。あ、そういえば夏好きだね、これ嵐よね、落ちないようになってるね。はいはいはい、走れ、タイムタック、タイムタック。さあ、まずどこ行けばいい。ここ肝心、まずはまだここ。ちなみにこのゲーム、うん、最初がカードだけどんどん難しくなってくるんで、ね、最初は簡単だけど、あ、そうなんだ。どんどん難しくなるっぽいから、最後はどんどん持って手こずりに手こずり。おー、開いたよ、開いた。外見からチェックじゃん。おえ、何、おー、すげえ。あ、足かしこれだ。建物に入った瞬間、モートを止んだ。嵐が過ぎ去ったのだろう。だが入ってくるときに渡った橋がなぜか突如閉じやがった。どこ、あ、ここね、はい、ここがなくなったのね。そう、はい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 。外見大事じゃね、これ。ここが水車場だから、ここから外見大事。これで、まあこれでと、あれがなくなったからやばいと。あ、で、これどっち行く、はい、どっち行く。あ、外見大事ってそういうこと。うん、外見取った、あ、じゃあこれちょっと2時間から関係ない時間ね、これね。いや、まあ2時間、いや、これも2時間に加味されてるから。2時間に加味されるし、もちろんダメですよ、そんなずるしたら。だからどっちから行く。左手の理論。タイムアタック。まあちょっともう見つけ次第全部いく。どういう系なんだろう。アイテムを見つけたら。いてチェストあるよ。チェスト？ごめん。ちょっと俺視点だから、ちょっとちゃんとやらないと。はい。チェストあります。水車に関する美貌力、アガサ・セバスチャンですね。だから反応ない、何の反応？勝手にやんないで。反応なくしないで。ブルク喋ってる？喋ってなくね。ブルク？あれ？喋ってたんか。喋ってた。はい。じゃあ本読みます。はい、ブルク、この本取って、はい。水車に関する美貌力。私がご主人様に、長いなこれ、私がご主人様に仕えて、ちょうど10年になる頃、小説家としての道を引退されたご主人は、その莫大な資産を使い、ここ、水車場を建てた。石レンガで積まれた質素な外観、3つの連なる鉛筆屋根。3つの塔があるってことだね、多分。吹き抜けの階段、まさしく古城を回せるようなお城だ。人里離れた戦況で優雅に余生を過ごすためにであろう。ご主人は、城に3つの水車を取り付けた。老木が使われた、中庭水車、地下にある地下水車、外壁にある巨大水車。ここ中庭水車じゃない？ああ、多分ね。静寂に包まれたこの城で5トン5トンと回る水車が奏でる音色は心地いいものだった。ただ回すだけでは趣がないということでからくりもつけた。中庭水車は回すことで地下への扉を開閉する。地下水車は回すことで隠し扉を開ける。巨大水車は回すことで入り口にある橋をかけたり閉じたりできる。それぞれの水車を回すためには、水車用エナジーコアを電力式給水ポンプの中に入れ、レバーを押すことで湖から水を給水し、水車に流させる必要がある。完全に2度でもあるである。中には水車を回すにはエナジーコアが2つ、巨大水車を回すにはエナジーコアが3つ。
地下水車を回すためには3つ。なるほど。本来なら水圧を利用して動力を生むはずの水車をわざわざ動力を使って音を楽しむためだけに、音を楽しむために動かしているのだ。やはり主人の考えていることは私にはわからない。そして何より厄介なのは嵐や大雨である。大量の雨水が外にある巨大水車を動かすことによってカラクリが動き、かかっていた橋が勝手に閉じてしまうのだ。あ、だからそれで閉じちゃったってことね。はいはいはい。屋根を設けなければよいのだが、儲ければ良いのだが、景観を損ねるという理由で今の対策はされていない。 OK 覚えたね。はい、覚えてないけど、あ、ここにエナジーコアを多分2個入れればいいってことだね。そしたら多分こいつが動くから地下がいけると、はいはい、じゃあまずエナジーコアを。あ、あるよ。どこ？反応ないよ。反応なかった。あ、それをブルックがさっき踏んだのね。あ、そう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 。でね、ちょっと気になるところがあって、そこさっき右、はい、こっちのさ、この行き着く先のここなんだけど、ここさ、多分トロッコなんだよね、ここにあんの。この隙間。トロッコだね。これ多分、ここか、この壁結構穴開いてるから。いろいろ。隙間要素ないって言ってなかった。うん。確かにこの壁結構穴開いてんな。反対側にトロッコがあるんだなーぐらいに。普通にトロッコあるかもしれない。もしかしたら。え？押すとランタンがついてる。ああ、これ取り消せないぞ。あ、あんなに取り消すんだ。ああ、制限時間。ああ、これ謎解きで使えるぞ、絶対。謎解きだ。早速、こういう系で。こういう系ね、はいはいはい。こっちにもボタンあるよ。そっちにもボタンあるの？こんなもの、こんなもの、え？なんか音がしてる。音、これ音だ。こっから、音の方向で順番に押すんじゃないの？え？何その。順番、え？違うかな。どう。いや、音の場所変わってる風はない。変わってる風はないか。じゃあ、ちょっとずつ音違う、これもしかして。でもこの音とその音同じだよね。でも一回しか押せないって考えた。これじゃない、これ一同時に押すんじゃね。トン、トン、トン、トンで最後チーンってさ、こう真ん中押すの。どっちが最初？どっちが最初？あ、待って、それ。いや、ちょ、一回こっち消さないとダメ。ちょ、一回待って。はい。ちょ、やってみる、じゃあ。え、ちょ、待って、どっちか書いてんじゃん、これ、多分。ん？これだけ音違う？こいつだけ違う？え、はい。音違うっていうか。いや、これ分かったらやべえやつだよ。まあ、一回行こう。もう、まだヒントあるはずだから。はい、あるかな。まあまあまあ、あるかもしれないね。うわ、こういう感じか。これはなんだ、これはなんだ。あー、なんだろうね。これ、それが一個の鉛筆。多分その鉛筆刀の一個だね。多分さっきのとこも多分その一個じゃないかな。あー、でも上見えないからわかんないけど、そんな感じはするな。これが、あの、見えない。対角線入り口から描いた。そうだね。正方形になってるな。じゃあここで、ここもうこの隅行けば。ジャック、音ゲーしないで。わかんないな。いや。そう、わかんねんだよ。これでクリアできちゃったらやばいんだって。まず上行ってみるか。いや、でもこっち行けば下の階全制覇したことになるね。ああ、どうする？多分これで。あ、なんかちょっと違うな。飯食う場所たまんなんだよな。じゃあこの上の場所も気になる。古いガスコンロ、樽。あ、こちらなんかあります。あ、近い。あら、かまどなんだよな。かまどなんだよね。やべ、地下行っちゃうな。地下行っちゃうな、これ。暗っ。あ、これ地下の扉。あ、パンツマンがいっぱいある。あ、これな。来たー、あの時こういうの待ってて。ああ、あんのがないよな、これ戻さないと。色、真ん中のボタン、多分ボタン。あれ、反応ない。あれ、変わってる。これ回転してる。あ、何回も押すと回転してってるよ、これ。で、全部青になって、次全部黄色になって。ほんとだ。これはヒントないと無理だ。これはえぐい。これえぐい。これは何も無理だわ。これは無理。今
対。オッケーオッケー。が、ピンクと青的なのが出てきたら、ここ、ここね。しかね。はい。青とか、あとは。回るもの。6個ない。6個だな。6個とかね。さっきの何個？で、これは、かまどとガスコンロ。かまどとガスコンロ。え？うんうん。え？泳いでるんだよな。止まんなんだよな。潰されるんだけど。え、潰れないんだけど。一緒でしょ、なんかあの。そんなも関係ねえことはいいよ。はい、で、入り口？で、入り口、2階行く？ 2階行くか。こんなにじゃあ、思って広くはない。あ、ねえねえ、来て来て。おっと、なんか見つけた？はいはい。いや、あ、これが外壁の水車。そうだね。じゃあ、これの下にあれがあるのか？これが。動力なんとかは、どこにあるんだろうね。多分地下じゃない？地下っぽいね。やっぱあれ最後に使う説ない？ある。で、2回行けるのはここだけ今だね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに Twitter のフォローもよろしく。 Twitter には最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。